今日の西日本はだいぶ気温が高い状態になっているわけですけども、明日24日火曜日はさらに気温の方が上がりそうです。まずは気圧配置の方から見ていきたいと思いますが、こちらの方が明日24日火曜日午前9時の予想天気図です。地上の高気圧2つに割れてますけども、比較的しっかりと覆っている。また上空の高気圧もこの辺りからぐーんと全体を覆うような形となるんですね。それと上空1500メートル付近の気温を見ると、まあ、暖かな空気が西日本の方に大陸の方からぐーっと入り込んでくるといった状況になります。それに伴って気温の方が上がるわけなんですが、それではですね、明日14時の西日本の気温の分布を見ていきたいと思いますけども、こちらピンク色のところはすべて25度以上の気温という形になるわけですが、ところどころなんですけども、赤いところがあるんですね。赤いところは30度以上の真夏日となるような状況とどうもなりそう。今日も真夏日となるところはあるんですが、明日はそれ以上にそのエリアが広がるというふうに見ておいてください。特にこの季節、だんだんと体の方はまだ慣れていませんので、熱中症にもなりやすいんですけども、あとは日差しの強さ、これに伴う、紫外線ですよね、そちらの方にも注意をしてください。皆さんのお住まいのエリアの詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。